はい、どうも、メンヘラおじさんです。お疲れ様でございます。はい、なんとか会社行きましたと。というところでございまして、まあ、今日、昼頃に見たね、ニュースでは、ジャム共済、ジャムですね。まあ、言うたら、ものづくり系の、労働組合の方がですね、春闘でこう、過去最高のベアを要求するっていうので、ニュースになってたんで、これはまた、去年に引き続き、賃上げの波が来るのかな、というふうには、思ってたところでございます。はい。が、なんかそれとはまた別の記事でも、まあ、来年の春闘はですね、今年超えを目標にするっていうのが、出てますというところなんですね。で、経団連の会長さんも、まあ、去年以上の賃上げをということで、ベース 3% で、定期昇給と合わせて 5% 以上にするっていうような目標をしているというふうに記載あるので、まあ、そういうふうになるんじゃなかろうかと思います。まあ、それでも、第一生命の、エコノミストさん、第一生命経済研究所のエコノミストさんは、まあ、実質賃金が下がってるから、それでもまだまだ、財布の紐は緩くならへんし、景気が良くなった感っていうのが、なかなか難しいんじゃねえのということを言ってると。おいう、まあ、言ったらちょっと辛めのコメントを残していらっしゃるので、っていうことを鑑みると、まあ、賃上げになる方向で動くのかな。まあ、正直なところ、もう蓋開けてみないとわからんっていうところでしょうけれどもね。上げれるところは上げて、まあ、物価高とかで苦しいところは上げれないっていうような状況になるかもしれないですし、まあ、そうは言っても、なんていうんですかね、人材の確保っていうのがどんどん難しくなってきてるっていう現状があって、まあ、アルバイトにしても、やっぱ時給1000円超えてるところが結構多いわけですよね。まあ、大阪だからなのかもしれないですけども、そうなってくるとですね、やっぱりその、賃上げをせざるを得ない流れなんかなとは思ってます。まあ、多少利益を削ってもね。そうじゃないと、人が育てるための人も集まらんっていうような状態になったりするというところなんだと思います。で、まあ、いろいろ見てるとですね、初任給も結構去年上げましたっていうようなところ多かったですし、まあ、今年も、そんな流れになる、どうなんでしょうね。今年どうなるかはわかんないですけども、少なくとも全体的に賃上げの動きになるんだろうなというところで、まあ、なんですかね。まあ、少し期待はできるのかな、というところですね。はい。まあ、おじさんも、ベアも、定期昇給も、まあ、ビビたるもんなんですけれども、それでもですね、まあ、上がらんより上がった方がいいと思ってるんで、はい。そうですね。なんとか首切られずにですね、上がってもらえたらな、というふうに思いながら、それをね、願いながら、まあ、年越せたらな、というところでございます。まあまあ、まだ、春闘なんてまだでしょうと。まあ、今から一応、いろいろ動くんでしょうけれども、ジャムの職員さんの春闘回答が3月15日って書いてるから、まあ、だから来年の3月とかでしょうというところだと思うんで、まあ、今から、なんですかね、ちょっとまあ、肩回しながら、やってるような記事になってるんでしょうけれども、ね、それに期待を込めて、上げてくれ、というところで、願っておくしかないかな、と、サラリーマンのおじさんは思うわけでございます。はい、以上です。